下内駅は、かつて、岐阜県関市にあった名古屋鉄道美濃町線の駅。1911年、美濃町線が、美濃電気軌道の路線として開通したのに合わせて、開業した。当駅を含む新関駅美濃駅間は、美濃町線の他の区間より早く1999年に、廃止され、当駅もこれと共に廃駅となった。県道281号脇に、ホームと上屋がある。 相対式一面一線の構造だった。駅は解体済み。岐阜バスの下内バス停付近の未舗装の空き地が駅跡ですぐ北には稲荷車がある。県道と並行していた路線は廃止後に県道の道幅拡大に充当されるようになった。路線廃止の代わりに長良川鉄道に関市役所前駅が設置されたが、この駅からは少し距離がある。同じく 長良川鉄道の石下誘致駅はこの駅とは関係ない。AB 名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年市名古屋鉄道、1994年、651から653ページ。AB、岐阜の鎮鎮、電車岐阜市内線と美濃町、伊比谷組線の85年郷土出版社、1997年、219から230ページ。 ISBN4 から876700974。名古屋鉄道広報宣伝部。名古屋鉄道百年史名古屋鉄道。1994年。880ページ。今尾圭介。日本鉄道旅行地図帳7東海。新庁舎。2008年。51から52ページ。ISBN978 から4から10から79万25から8。 電気車研究会、鉄道ピクトリアル通関第473号1986年12月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、富津、名古屋鉄道路線略図。ありがとうございます。